クエアテールの楽しいところはパウダーとか緩んだコンディションの時に面圧がしっかりしてるので雪質をダイレクトに感じ取れるのが楽しさの一つです。グルーミングとかそういう時はテールの端っこがしっかり粘ってくれるので安心してターン後半までいけるし、でその粘りをグッと溜めて最後解放することでターンの最後ビョーンってスピードが乗るので、それが楽しくてターンばっかりしてます。山に登って沢地形のパイプっぽい形のとこでのワンターンは気持ちよかったです。